大島88カ所霊場のうち八代地区にある14カ所全長14キロメートルのお大師堂ウォーキングに行きました。天気予報は降水確率 100%、 大雨強風となっていました。参加申し込み者の約半分が欠席しましたが、残りの300数十名が集まってイベントは決行されました。開会式前なのでまだ涼しい顔をしています。雨が降っているのでかっぱきます。気をつけて。熱中対策水をもらいました。混雑が嫌なので、我々は逆回りすることにしました。はい、ありがとうございます。お願いします。受付でもらった押印帳に各所でスタンプを押してもらいます。はい、ありがとうございます。雨はまだこの時はちょろちょろでした。良い眺めの神社が続きます。逆打ちは順打ちに比べて歩きにくく厳しい道のりであることから功徳が大きいと言われています。お天気持つといいなと思っていました。時々休校になった学校とか廃屋などがありました。お墓や石仏や宝鏡院塔などもあちこちにありました。川の右岸のお大師様から訪ねていきました。ダムの周りをぐるっと回って向きを変えます。でもまだ今はこの辺りです。まだ半分も行っていませんでしたが、このお社の軒先を借りてお弁当にしました。7カ所目のサイレン寺では歴史の勉強もできました。ここは司教戦争大島口の戦いで第二騎兵隊の本陣になったところです。この辺りから空模様はいよいよ怪しく風が強くなってきました。風が止むと今度は大粒の雨が降ってきました。足元はびちゃびちゃになりましたが、中間地点の八代ダムが見えてきました。中間地点の八代ダムに着きました。もうびしょ濡れのヘロヘロです。しかし我々は最後まで歩きます。いや、これから元気でしょ。どんやりなんか赤い屋根の集落がある。疲れた、うん、あ、かわいいおじいちゃんが、うんうん、いいお顔しとって、うん、にっこり。いよいよラストです。びしょ濡れですが満足です。実行委員会から看保証をもらいました。地図は雨に濡れてシワシワになりました。裏もシワシワです。裏に書いてあるのは全部の場所の地図と QR コードでした。田舎道は目印になるものが少ないので現在地からの行き方が分かって便利でした。こちらの巡礼グッズ、気合を入れて準備していましたが今回は未使用になりました。羽
屋新業も短いので覚えたいなと思います。坂道をあえいで登る遍路道、雨風吹けどそれも一興。いやちょっとこれは強がってでしょうね。いろいろあったんだからね。お粗末でした。最後までご視聴ありがとうございました。